武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は慶応大学の文学部の2016年の入試について話していきたいと思います。まず傾向などの変化については大きな傾向変化は特にはないかなという形ですね。ただちょっと特徴として文学部がちょっと今回は少し文章が英語の長文ですね、まあ、過去2年と比べると短めだったというところですねが、まあ、ちょっと特徴だったかな、まあ、そこ以外は特に大きな変化はないかなというところですね。では早速各科目の点について見ていきましょう。まず英語ですが、先ほども言ったようにその長文がちょっと短めになってました。ここは大問の長文が、まあ、特に最近だともう1題与えられて、その中で全部の設問完結するような形式になっているんですけれども、まあ、特徴として辞書持ち込み可能、試験だというところで、まあ、その分、まあ、非常に難易度高めな文章、まあ、読みやすさの難易度っていう意味ではそこまで文章そのものがめちゃめちゃ難しいというわけではないんですが、まあ、やっぱりちょっとその辞書引かないといけないようなワードもあったりはするって形ですね。まあ、なしで極力乗り切った方がいいとは思うんですが、まあ、辞書引く練習も少しはしておいた方がいいかなというところですね。あくまでもただ、通常の読解プラスその記述、まあ、和文英訳、ですね。で、あと、まあ、内容説明、が必要にはなりますので、まあ、このあたりの、対策、まあ、英文和訳もですね、をしっかりやっておく必要があるよということになります。なので、まあ、記述力プラス読解力を上げておくという形ですね。で、日本語を書くこと、英語を書くこと、両方とも鍛えておくように心がけるようにしてください。はい、続いて、社会、ですが、まあ、ここの社会はですね、まあ、どちらにも言えるのが、割とそのテーマ誌、しっかり押さえておいた方がいいよと。で、日本史に関しては資料ですね、をちゃんと読み取る練習は、結構しとかないと厳しいかなというところですね。で、結構記述が多いので、特に日本史の記述、漢字ミスなどを絶対しないように心がけましょうというところですね。なので、内容的にはその問題の知識そのものは、まあ、用語として答えに出てくるものっていうのは一部マニアックなものだったりっていうのはあったりはするんですが、合格点取るレベルで考えたら、まあ、一問一答なり、教科書レベルのこと一通り仕上げてれば知らない用語がそれほど頻発してくるってことはないかと思います。ただ重要なのが先ほど言ったようにテーマで、例えば文化史だったりとか、まあ、地域史だったりとかですね、あとはその日本史だったら例えば貨幣経済だったりとか宗教だったりとか、まあ、そういうテーマで切られてもちゃんと答えられるようにしておかなきゃいけないというところですね。なので知識の身につけ方というかが通り一辺倒だけじゃなくて、いろんな角度から見れるようにしっかり対策を心がけておきましょう。はい、そして小論文ですね。小論文に関しては、まあ例年360字での要約と意見論です400字という形になっているんですが、まあ、ここの特徴としては、文章そのものがかなり特殊なものが多いということですね。割とその文章が慶応の中でもオーソドックスなのは経済とか法になるんですが、文学部は単純にその文章を読んでも少し意味がわからない可能性があるから、そこが難易度高めというところになってます。なので対策としてはやはりこの慶応文学部の過去問を何年分も触れて慣れておく、で読み方と書き方をちゃんとシミュレーションしておくっていうところをやることが重要かなというふうに思います。ですかね。まあ、割と馴染みない文章が出やすい形式なので、ここに関してはですね、まあ、ある程度その基本的な小論文の書き方を身につけた上でですね、ここの過去問をしっかり書く練習、読む練習もですね、やっていく方がいいかなというふうに思います。で、全体的に、まあ、完成度が高く、形式に合わせて対策ができれば、比較的、まあ、挑みやすい形式にはなっているかなと思いますので、取りこぼしなどないようにしっかり学習していきましょう。以上が慶應義塾大学の文学部の勉強となります。